地球を見渡く世界遺産プランニングチームパスワードの秋瞳です。西尾です。美穂です。友樹です。今日は WBC を俺が伝えます。どういうことですか。今日はなんと西尾プレゼントの企画なんで、皆さんお付き合いをお願いいたします。去年なんですけど、はい、サッカーワールドカップ非常に盛り上がったと思うんですね。まあ、トムックなんかサッカー大好きだから、はい、もうね、はい、ね、楽しい日々が、うん、まあ私あんま見てなかった。見たもんね。決勝でしたんだよ。決勝の日は確か M1 の録画見て。見止まって知らないですか。見止まって知らないですか。聞いたことある。あのこのギリギリの人でしょ。ドア知らないですか。ドア CM 出てる人でしょ。今日はドアも三笘も出ません。出てくるのは野球の方の日本代表の選手がたくさん出てきますので、そちらの方をね、はい、はい、WBC って何ですか。はい、正式名称はワールドベースボールクラシックという、唯一ね、オリンピック以外で認められているプロの選手が出る野球大会です。2006年かな、最初に始まったんですけども、第1回大会と第2回大会日本優勝したんですよ。なんと世界一なったんですね。ただ第3回第4回はちょっとね、残念ながら優勝できなかったんですが、はい、第5回大会が今年3月なんとやります。いや、楽しみです、ね、今年はね、日本最強チームと言われてる布陣がまだ正式発表されてませんけど、はい、と思われるメンバーが出場しますので、その魅力を今回野球塾のメンバーでお届けしたいなと思ってます。はい、絶好の今日は野球日和ですよね。野球日和本当に。今日、はい、なんでこう横浜スタジアムでオープニングを撮ってるかと言いますと、はい、明治29年に横浜の地で日本最初の国際野球大会が開催されました。その関東大震災とかがあって何かが立て直したんですけども、戦後に多目的ホールの横浜スタジアムができたと。で、2021年、最近ですね、東京オリンピックの野球の会場だったと、ここが。で、ね、国際大会最初の地である横浜の地でオープニングを取りたかったんで、皆さんにここに来ていただきました。東京オリンピックでは日本代表はここで決勝を戦って金メダルを手にしましたよね。ソフトボールもそうですね、はい、野球もソフトボールもここで金メダルということは、今年は今年はつまりつまり世界一でしょ。いや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 、楽しみです。WBC は横浜スタジアムでやりません。やらないやらないの。日本の会場は東京ドームです。東京ドームか。なので、まあ、今日はね、東京ドームではなく横浜スタジアムの方でオープニングを撮らせていただきました。スタートにふさわしいですね、はい。いろんな国が出場しますので、その国にまつわる世界遺産を紹介していきながら、はい、WBC の魅力を伝えていきますので、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。寒いので映ります。ではみんなテレポートしますよ、はい、せーの。いやー、寒かった。野球というのはオリンピックの競技として行われてはいたんですけども、北京五輪最後にしばらくやってなかったんですね。あ、で、北京が2000何年かな、4年だったかな、8年だったかな、8かな、の回でしたよね、はい。東京オリンピックでは、先ほど水田さんおっしゃってましたけど、日本は1位、金メダル、うん、復活したんですけども、次回のパリ五輪ではまたなくなっちゃった。あ、それ以降やるかどうかちょっと分かんない。で、まあ、これもオリンピックというか野球の競技人口そのものが少ないから、エントリーする国が少ないんですね。なんていうことか、試合にならないと。でもやっぱり野球が好きな人いる、野球を入れたい人がいる、プロもいる、あると。であるんであれば、オリンピックに代わる国際大会をやりましょうよと。でそれがきっかけで2006年に第1回大会が行われて、なんと日本はその大会で優勝する。おー、初代王者、初代王者ですね。一応活躍しましたね、あの時は。松坂が投げ、すごい試合でしたよ。で今回その第5回大会なんですけども、はい、なんと出場国は28国。はい、第1回の時はちょっと出しますけど、秋水持ってて、はい、はい、実はね、これ18カ国です。少ないですね。少ないですよね。で第2回はなんか16カ国。その1個前から28カ国増えてきたんだ。だんだんこう増えてきて、で今回も28カ国の国が、国が地域が出場すると。ただ28カ国全てが出るわけじゃなくって、もうすでに予選会が行われてまして、で今回の3月から行われる大会は20カ国が出場します。20カ国を
あの5つのチーム分けて、5つのチーム分けて4ブロックに分けます。つまり1つのブロックに5チーム入ってます。はいはいはい。でその上位2チームが、あの次のステージに進むと。で日本はそのプール B という2つ目のブロックに入って、これから米田さんに紹介していただく対戦国と戦っていくというのが今回の流れになりますね。え、プール ABCD ってこと？そうです。なるほど。はい、なんでこの格好してるかと急にね、はい、WBC の話してて、なんでこの格好してるんだと我々の出身地にプロ野球球団がありまして、はい、それぞれみんな応援してるんですけども、はい、その地域に全て世界遺産があると。お、我々仮にもね世界遺産を配信してるグループなので、はい、そうですね、決して世界遺産って言いましたね。そう、はい、出ないかなと思ったんですよ。野球の話か知らないけど自分たちが住んでる地域の球団と世界遺産をちょっと紹介してもらおうかなと、はい、順番で、はい、いいですね。よろしいでしょうか。はい、はい、まず仁美さんお願いします。はい、私福岡出身で、もちろん福岡ソフトバンクホークスを応援しております。今日は2014年のタカガールファッションで参りました。はいはい、ということで福岡にはですね、なんと2件の世界遺産がございます。皆さんご存知ですか？はい、もう知ってるようでよかったです、はい、その通り。1つ目は明治日本の産業革命遺産といってですね、江戸末期から明治にかけて約50年間というね、わずかこの短期間の間で、日本は産業化を遂げたんですけど、それを支えてきたね産業革命遺産というのが1つあります。もう1つは神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群といってですね、あの島自体が御神体になっていて、そこからね8万点のね宝物がねこう出土したっていうね。でもあの神社信仰の起源までって私は思ってるんですけど古代祭祀のねこう移り変わりというのがね、あの証として残っているところがあるんですが、そこが世界遺産になっております。2件ございます。いやー、すごい、すごい、じゃあ皆さんお願いします。はい、私はですね、見ての通り赤いこの燃えるようなユニフォーム、広島東洋カープのファンです。お、はい、燃える赤ヘル僕らのカープということで広島もですね2件世界遺産、神秘の島宮島という島にですね浮かぶ厳島神社、ね、美しい朱色のね赤い神社があります、うん、そして皆さんもね修学旅行で行かれた方も多いかと思うんですけども、うん、原爆ドーム、平和を伝える世界遺産もございます。広島も2件ありますよ。よっしゃー。じゃあ、トンコお願いします。どっちもだ。東京出身のトンコです。応援してるチームが読売ジャイアンツという、オレンジが、ね、特徴的なユニフォームなんですけど、東京にもですね、世界遺産2件あります。自然遺産と文化遺産が一つずつございまして、いいな、文化遺産の方が国立西洋美術館という上野にあるル・コルビジェというですね、うん、建築家の方が作った作品の一つとして登録されております。もう一つの自然遺産の方が小笠原諸島という自然遺産なんですけど、結構本島から離れているところにあるので行きづらくはあるんですけれども、うん、その分手つかずの自然が残されている素晴らしいところです。いいですね。いや素晴らしい、素晴らしい、どうですか。じゃあ最後私が、はい、はいはい、私はね神奈川県出身、もちろん横浜 DeNA ベイスターズファンです。おー、印象です。はい、ね、ま、神奈川県といえばもちろん、はい、ね、昨年の大河ドラマが話題になった鎌倉ですよね。うん、神奈川県の、ね、こう南位置して、うん、ま、相模湾に面した海と三方囲まれた山と天然の要塞なんですよ。うん、もうね、攻めるに攻められない、ものすごいこう自然の都市なんですけども、うん、もう東京からもね、1時間程度行けるんで、観光地とかも神奈川県屈指のスポットではある、うん、ではあると思います。はい、でこれ12世紀末に源頼朝によって作られた。ちょちょちょ、待って、はいはいはい、鎌倉って世界遺産でしたっけ？そうだっけ？多分なかった気がするんですけど、ね。世界遺産リストに記載されてます？テキストに載ってるよ。テキストに載ってますね、確かにね。テキストに載ってると思うんだけど。うんうん、あれ違った？違うんじゃないかな、うん、やっぱないからちょっと喋りたかった。あ神奈川県って世界遺産で何件あるんでしたっけ？世界遺産はこれからなる世界遺産が1件なるかもしれない、なるかもしれない
2013年頃にちょっとやめた方がいいんじゃないっていう。やめた方がいいみたいな。で2019年かな、撤退したかな。ちょっと今やめておりますね。ちょっと休憩中。これから、これから3回戦になると思います。じゃあ、ね、頑張れ。そうですね。みんな世界遺産に絡みのあるチームということですよね。はい、今回 WBC、私あんまりわからないんですよ。ちょっと見どころなんか教えていただけますか。うん、じゃあちょっと僕からちょっと紹介しようと思います。はい。今回ちょっとですね、ワールドカップ、すいません。ワールドカップ。ワールドカップ。ワールドカップっちゃワールドカップ。ワールドカップっちゃワールドカップ。今回 WBC なんですけれども、はい、今の WBC だと、ちょっと強いアメリカであったり、日本の強豪国のですね、スター選手たちが、はい、チームのちょっと状況によって、ちょっとチームのを優先してしまって、国代表として出ないっていう選手も結構多かったんですけれども、今回日本やアメリカ、ちょっと本気できてます。例えばですね、日本で言うと、大谷翔平選手であったり、他のメジャーリーガーたちもですね、多くメンバーに入る可能性がございまして、またアメリカのチームの方もですね、ほんとスター選手揃いで、結構ほんとガチガチの試合が見れるんじゃないかなと思ってます。いいプレゼンだ ね、 ね、うん、じゃあ私が鎌倉の2勝が出せていただきたい。鎌倉の2勝が、はい、今回日本代表でちょっと新しいパターンで選出されるかもしれない日系選手が1人いらっしゃいまして、現在カージナルスというメジャーリーグに所属している、はい、ラーズ・ヌートバー選手なんです。ラーズ・ヌートバー。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 なんですけども、初めて日系選手が選ばれるかもしれない。史上初ですか？史上、日本、史上ですよね、多分ね、きっと。どうでしょう？ちょっとそれは調べたいですけど。カットで。日本代表では初めてです、きっと。日系選手ですから。はい。すごい。ダルビッシュ選手みたいにハーフの方がいらっしゃったんですけど、うん、まあ、完全に日系のアメリカ所得の方で選出されるのは今回が初めてだったと。お母さんが日本人の方で、ルール上なんですけども、両親どちらかが日本国籍を持っていれば日本代表に選出されるという、うん、昨年メジャーで108試合ですか出場されている現役バリバリのメジャーリーガーなんですけども、今回日本代表として出てくるかもしれない。すごい。ただ108試合って3日に1回やってる。すごくないですか。まあまあまあ、ほぼレギュラーですよね。ほぼレギュラー。ほぼレギュラー。当然アメリカ育ちなんで日本語喋れないんですよ。あ、そういう人でも本当出ていいんだ。出ていい。それルールはもう前からだ。もう前からだった。そうらしいですよ。ただ監督自身がペラペラみたいなんで、英語でコミュニケーションすると。あらあら、すごいね。素晴らしい素晴らしい。栗山監督。そうおっしゃったみたいですよ。さすが。お母さん日本人なんで、お母さんがじゃあ日本行く前にいろいろ日本語をしますかと。なんかそういうやり取りで、今回代表に選出されると思います。ちょっと注目の選手が。すごいっすね。うん、大谷選手との英語のコミュニケーションも見れるかもしれないね。ちょっと楽しみ。今の結構選手英語も結構喋るの多いでしょうね。おそらくメジャーを見据えて勉強する方もいると思うんで。楽しみな選手です。楽しみです。僕の方からは一つですね、グローバル化する国際試合と世界遺産。急に世界遺産。どういうこと？めちゃめちゃなんかインテリな、ちょっとアカデミックな感じが。世界遺産のチャンネルですか？忘れてました、忘れてました。野球の話したい。野球の話したいんだけど。実は前回の大会でイスラエル代表というチームがありまして、アジアの強豪国である韓国を下して二次リーグに進出するという大進撃を遂げたチームがあります。はい、もう当時はですね、本当に連日ニュースになってたんですけども、このイスラエル代表の選手っていうのは実はほとんどがアメリカのマイナーリーグで活躍する選手たちで、中でもユダヤ系のアメリカ人を中心に構成されていたチームなんですね。ただし当然イスラエルの文化だったり言語だったり、アメリカで育っているので詳しくない。でも代表で
プレーするならやっぱりそういったナショナリズムって重要ですよね、うんうん、まず彼らがチームを結成して最初に取ったのが、うんうん、聖地エルサレムにみんなで行くってことだったんです。すごい。だからみんな同じ飛行機に乗って、うん、このイスラエルという国のできるきっかけになったエルサレムに行って、うん、ユダヤの文化について知るということが始まったんですよ。素晴らしいじゃない。そしてそれが強豪国韓国を下すという大進撃にもつながったので、あーチームが結託したわけだ。そうなんです、うん、はい、すごいね。で今回は先ほど西尾さんが紹介してくれたように、うん、日本であればヌートバー選手、うんうん、で韓国でもですね同じようなパターンでエドマン選手という、うん、アメリカ育ちの選手が代表に選出されています、うん、どん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 こういった形で、うん、国際試合っていうのはグローバル化していくんですね、うん、ただしその中でキーなのがどうやって一致団結するか。そうだね、うん、気づく意識を高められるかっていうところが一つキーになるんですけども、うん、実はもう6年前からそういったエルサレムの事例があるので、うん、実は野球というのも関わりがあるんですね、うん、世界さんと。素晴らしい。これからスポーツっていうのはどん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 変容していくと思うんですよ、うん、例えば2019年ラグビーワールドカップがありましたけども、うん、その時も日本代表選手たちは日本の神社仏閣を回って日本の文化について学んだっていうのは、うんうん、結構ニュースでも取り上げられたと思うんですよ。そういったスポーツと文化の融合っていうのがこれからより密接になっていくので、うん、ぜひこのチャンネルで世界遺産のことを学んだ上で、そういう民族性だから、うん、あ、じゃあこういう戦術を取るのかなとか、うん、こういう戦い方をするのかなっていう視点で見てもらってもめちゃくちゃ面白いと思うので、確かに、ね、ぜひこのチャンネルでですね一緒に僕たちと学びながら素晴らしい文化とスポーツの融合で楽しんでいただければなと思います。本当で、次回以降はその対戦国にフォーカスしてその国をご紹介していくというような、ね、流れになってくると思いますので、はいはいはい、皆さん楽しみになさっていてください、はい、それではまた次回お楽しみに。